そのやっぱり必要とされるっていうのがやっぱり僕はなんかこうやりがいにこう直結するんで。地域から耕作放棄地を出さないという方針のもと、米爆の二毛作や雑穀などの製作加工販売を行う J ウィングファーム取締役大森洋平40歳。農業って夏は暑いし冬は寒いし、風が吹いたり雨が降ったり雪が降ったり、お金だけのこと考えるんやったらそれこそ別にこんなしんどいことせんでええし、今僕らの会社ってその土地をこう預かって、で、まあ、そこを耕作して、で、まあ、地代を返ししてっていうような流れでなってるの、もうほとんど借地なんですけど、で、まあ、そこはやっぱきれいに管理できてたら地主さんもやっぱり喜んでくれるし、今田んぼが700枚ぐらい預かってまして、でだからそこここの その、 あの村に行くとやっぱりお宅らがおるからここはあの持ってるんやでとかって言うてもらえると、やっぱりまあ単純に嬉しいですよね。そのやっぱり必要とされるっていうのがやっぱり僕はなんかこうやりがいにこう直結するんで、うん、そういう意味ではラッキーというか運が良かったのは、あの農業やりたいって言った時にノックしたところが、まあ、今の J ウィングファームという会社で、であのそこの、ね、まあ、社長がいて、で、まあ、僕 の、 その師匠の先輩の人がいてっていう、まあ、育ててもらってっていう中でそういう会社に入れたっていうのは、あの、まあ、運が良かったなとも思います。